こんにちは。青い山、澄んだ水、そして世界文化遺産に指定された史跡簿の遺跡があるファスン郡のマスコット、ドゥルスンです。ファスン郡、トンミョンにマサンリという村があります。マサンリとチョン郡里の間にサルバルゴルという谷間に大きな岩が一つ置いてありますが、この岩をサルバウィと言います。この岩にはイムジンウェイランの際に騎兵将として活躍したキムドクリョン将軍に関わるお話が伝わっています。マサンリ・サルバウィ。時は朝鮮時代、貧農の息子に生まれ幼い頃から力持ちだったキムドクリョンは弓や馬術が好きな子でした。そんな彼が青年になって武術を本格的に練馬する際のことです。ムドゥン山に登って弓や馬術などの武芸を練馬していたキムドクリョンは、ある日ムドゥン山のムンバウィで彼の相場である白馬に言います。私が大事を成し遂げるためには馬も抜きん出ていなければならないもの。俺が矢を射るから、あの向こうの村の岩まで矢よりも遅く着いたら俺はお前の首を切る。白馬は理解したように首を縦に振りました。矢を放つや否や、キムドクリョンを乗せた白馬は矢が飛んでいた方向に飛ぶように駆けつけました。しかし到着してみると、なぜか矢は見えませんでした。矢が見えないのは矢より遅く着いたからだな。仕方がない、約束通りにお前の首を切る。キムドクリョンはやむを得ず、約束した通りに刀を抜いて白馬の首を切ります。その瞬間、ヒーと音がすると思ったら、矢が飛んできて岩に刺さったのであります。同時に白馬の首も地面に落ちました。キムドクリョンは自分のせっかちな性格を悔やみ、白馬の死を惜しみました。私の軽率な判断で大事な春馬を失ってしまった。その後キムドクリョンは相場が死んだ場所にお墓を作ってあげました。それからこの岩をサルバウィと呼んだそうです。村の名前も同じく、馬が死んだとしてマサルリとしたそうですが、後日村人たちがあまりにも不吉な名前だとし、マサンリに改称したそうです。またサルバウィの近隣にあるムドゥン山の東側のふもとに位置しているアンヤン山の自然休養林には、ヒノキ、杉などの森の中にある散策路や多様な休養施設があり、たくさんの人々が訪れています。美しい山とクリーンな水、そして由緒ある遺跡地が共に共存しているファスンへ、ぜひお越しください。